多摩中継局多摩中継局は東京都多摩市に置かれていた多摩地域最大のテレビ中継局である。多摩地域のほとんどでは基本的に東京タワーから送信される電波を直接受信していたが東京一極集中が加速していくにつれ建築物の高層化など人為的理由による受信障害がより顕著となりその対策が課題となっていた。そこで 1980年代後半に、多摩市の原型 DDI 多摩ネットワークセンターに UHF 派によるテレビ中継局として、この中継局が設けられた。当初はローチャンネルだったが、地上デジタル放送開始に伴う穴穴変更により、ハイチャンネルに移行した。そのデジタル放送では当初、東京都を放送対象地域に含む、 地上波テレビ全局の中継局が設けられることとなっていたが、東京タワーからのデジタル派は、アナログテレビに換算すると広域局で1 0 0ット、相当とかなり強力だったため、多摩局カバーエリアの大半の地域で問題なく受信できたことから、総務省は2007年12月12日、都域局の東京 MX を除く多摩中継局のチャンネル割り当てを削除することを決定。 2008年2月6日、官報で告示された。多摩中継局エリアの内東京タワーからのデジタル派の受信が困難な町田市三和地区には、鶴川中継局が2010年3月31日に、多摩市長山地区には、長山中継局が2010年7月15日に、新たに設置された。また東京タワーからの電波が受信できないなどの理由から、 八王子中継局にデジタルテレビ中継局が2009年10月1日に開局された。さらにその後、東京 MX の中継局自体についても八王子局への渾身障害を引き起こす恐れが出たため総務省は方針を転換。多摩中継局はアナログ終了とともに全廃することが決まり2009年11月2日、官報で告示された。括弧内は、 ア穴,穴変換前のチャンネル。放送エリアは以下の市町村のそれぞれ広範囲または一部地域。ありがとうございます。